えー、ナッツが好きでですね、常備しています。酒のつまみにして、毎日少しずつ食べてるんですけど、ナッツ類ってね、体にいいんですよね、カロリーは高いですけどで。ナッツでも特に好きなのがこの4つで、特に好きなのがアーモンドですね。あとピーナッツ、落花生ですね。あと、くるみにマカダミアナッツと。で、くるみとね、バタピーとアーモンドはね、そうでもないんですけどね。 えー、マカラミアナッツがねこれがまたね高いんですよなのであの少量でね日記パンぐらいで売ってるやつあれば買うんですけどヨーカドー今日売ってなかったんでねちょっともうしょうがないんで買っちゃったんですけど800円 <laughs> 税込みでね800円するんですよかなりね高いですこれは本当になかなか手が出ないとこれナッツはね最初から混ざってるやつはあるんですけど大体ねカシューナッツ入ってるんですよねでカシューナッツがね まあ食べれないわけじゃないんですけどちょっと苦手なんですねどういうわけかだから一応単品で全部いつも買ってますでカロリーなんですけどねやっぱり高いんですね 100g あたりで見るとかなり高カロリーなので食べ過ぎはだめなんですけどね適度に食べるのが体にいいみたいですでピーナッツがね 100g あたり 631kcal ですねとアーモンドこれが648プルミがですね 702kcal マカダミアナッツですねこれが744カロリーマカダミアナッツの栄養成分表示にですねオレイン酸とバルミトレイン酸ってあるじゃないですかこれがねすごいらしいです専門のサイトを見るとですねナッツの中でも脂質の割合が多い部類に入りその8割が脂質です そのほとんどが健康に効果的な脂質のうち約8割がオレイン酸とパルミトレイン酸であるとトレイン酸はオリーブオイルにも含まれる代表的な不飽和脂肪酸の一つ他のナッツにも含まれており総コレステロール値を下げる効果があります抗酸化成分が多いことも特徴で細胞を傷つける活性酸素を減らしアンチエイジングに効果があります また、健康効果だけでなく、肌をきれいに保つ効果もあり、この理由がパルミトレイン酸です。これは人の皮脂に含まれるのですが、最も多く含まれるのは赤ちゃんの皮脂です。赤ちゃんの肌にプルプルの張りがあるのは、皮脂に良質な脂質が含まれているからであるって書いてありますね。パルミトレイン酸は加齢とともに減少してしまうので、外から補充する必要がありますと。もういいことつくめですね。マカダミアナッツ。えー、ナッツ類ね。 軒並みねやっぱり6 0 0ムあたりで600から7 0 0カロリーあります。ペヤングのソース焼きそばの普通のやつねあれでね560かそのぐらいなんですよね。だからこれ1 0 0ムあたりでこの600とか700なんでかなり高カロリーっていうことを言えます。脂質は多いんですけど 魚の油同様に体にいい油らしいんですね。ネット見たらね、栄養素が多くて成人病とかがんを予防する効果があるって書いてありました。あと、なんだこれ、えっとね、血管や細胞を傷つけ、動脈硬化などを引き起こす活性酸素を抑える抗酸化作用があると。心筋梗塞などの心血管疾患のリスク低下に効果的。あと、美容とかね、なんかそんなのもいいとか、いろいろね、書いてありますよね。 でなんか専門家はね1日に一握り大体 28g ぐらいの粉ツ類を毎日食べることを勧めているって書いてありましたでちょうどねこれ多分一握りってねお酒のつまみぐらいなんでねお腹空いてる時はダメですけどねもうあんまり食べ過ぎないぐらいがほんとちょうどいいのかなって思いますあとね塩入ってないやつ買った方がいいって 言われてるんんでですすけどやっぱねね物足んないんですよ、ねえー、若干ね塩分ついてないとちょっと物足りないんで僕はいつもね、えー、塩つきのやつは買ってるんですけどそれとねあと落花生のこれこれもねあのたまにお酒飲みながらパクついてるんですけど薄皮はねこの赤いやつこれねむかない方がいいらしいですねこれあのポリフェノールつってってワインと同じ成分らしいんですねなのであの目に良かったりなんか栄養の塊らしいですねこれねだからあの 薄皮はむかないでね食べた方がいいみたいです。